今日は横にまた行きます、いつものデルタじゃなくて今日は違うのに乗っていくんで後で説明しますけど、これから S ゲートに行きます。タヒチ行きのエアータヒチヌイが止まってますね。シアトルからも直行便が始まったんだ。ボラボラ行き、いいね。ボラボラじゃないけどさ、タヒチだけど、タヒチや。エールフランスも飛ばしてんだよ。エールフランスはラスベガスか、ラスベガスじゃない、ロサンゼルスから飛ばして、はい、プライオリティパスのラウンジに入りました。これこの間タイに行くときに入ったのと同じラウンジです。ラテとオムレツこの間もオムレツ食べたっけ、わかんない、はい、私も取ってきました。オレンジジュースとヨーグルトとオムレツです。サルサかけてます。このサルサがね美味しいですよ。これ日本ではあんまりないみたいですけど、いつもはデルタばっかり乗ってるんでね、今日駐車場に 車止めてシャトルに乗って、どこの航空会社って聞かれて何も考えてなくてデルタって言ったんだけど、実は今日はデルタは乗りません。昨日大変なことが起きた、ね、そうそう、本当はね昨日出発する予定だったんですけども、デルタで、ね、そう、昨日デルタで出発する予定だったんだけど、機材故障かなんかで昨日の分便がキャンセルになっちゃいました。昨日朝なんか5時過ぎぐらいに起きたらいきなりなんかキャンセルされてて、結局昨日も今日も明後日もデルタ満席なのかな、多分そのせいでみんな振り替えになって、今日の便とかもアメリカ発のやつ全部東京行き、東京に行くんですけども、東京行き全便満席になっちゃってて、それで急遽なんか探して JAL に、そうそうそう、1日遅れの JAL で、これから JAL はなんか羽田じゃなくて成田行きなんですね、シアトルは。それでこれから成田に向かって行きます。ちょっと旅行日程が1日短くなりました。と出発まで2時間ちょっとありますね。でここのラウンジで今くつろいでから行こうと思います。はい、さっきまで朝食メニューだったんですけど、昼のメニューに変わっていろいろとね、チップスとかグアカモレもあるし、あとサラダとか、あとなんかミートボールみたいのも出てきました。ちょっと取ってきたんでこれ食べていこうと思います。はい、コーラもらってきました。普通には置いてないですけど、あそこのバーカウンターの人に頼むと、バーカウンターのところにコーラの穴こうやってシュッて出すやつが置いてある、ちょっと遠いんで今取れなかったですけども、 JAL が降りてきました。着陸しましたね、今ね、私たちがこれから乗る飛行機だと思います。はい、明かりは何それ、スプライトかと思った。それでね、ライムとレモン、ライムとレモンと両方。はい、それじゃあラウンジは出ました。まだちょっと早いですけども、ゲートの方まで行ってみたいと思います。ずいぶん人がいるね。始まってんの、ボーディングは。いや、始まってないと思う。ターミナルの中はすごい人がいますね。このザ・クラブっていうのはどこなの、やってないのかな、やってないんだな、やってなさそうだね。はい、それじゃあ JAL に乗って成田まで行きます。なんか日本航空に乗るのなんてさ、なんかあれじゃない、新婚旅行でハワイに行って以来じゃない、国際線乗るの。はい、乗り込みました。隣はエールフランスのシャルルドゴール行きですね。パリのシャルルドゴール行きが止まってます。今日の機材は787の8ですね。日本人のお客さんは全然少ないですね。ほとんど日本人以外のお客さんばかりですね。はい、乗りました。多分ほとんど満席になるかな、これは。まだ乗ってきてますけども、はい、それじゃあこれで成田まで行きます。楽しみだね。一日短縮したから。最近はなんか雪の飛行機はいつもなんか
トラブルだ、ね、はい、ようやくタクシー返しました。これはさっきから止まってたエールフランスです。なんか先に搭乗開始したと思うんですけど、まだまだ出る雰囲気ないですね。カーゴドアも開いたままになってます。はい、これは反対側の隣に止まってたアシアナですね。これはソウルのインチョン行きです。でその隣がカタール航空ですね。でその隣はルフトハンザが止まってますね。その隣は何でしょうね、あれね。G って書いてあるが違う、G だからイギリスの航空会社だ。ブリティッシュエアウェイズですかね。その隣がエミレーツですね。はい、それじゃあランウェイ34ですね。ランウェイ34ライトですね。タクシーしていきます。はい、滑走路に進入しました。もうすぐ離陸です。皆さんにご案内いたします。この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。まだ座席の下までテーブル、足置き、コントローラー、専用画面を元の位置にお戻しください。北に向かって飛び立ちました。普段飛んでてもね、こっちが来ないんでね、あんま見たことない景色ですけども、これのね、機体の反対側がシアトルのダウンタウンの方が見えます。はい、ここの下のところに埠頭が見えてますけど、これがブレマートンの海軍基地ですね。今は船がほとんどいないですね。ちょっと前まで、何年か前まで、あの退役したキティホークとか泊まってたんですけど。はい、飲み物が出てきました。コーラ頼みました。これスパークリングウォーター炭酸水。はい、食事が出てきました。私はこれ味噌汁がついてるね、これね、すごいね。うん、2種類あって、牛肉、牛肉とマッシュポテト、それと鮭の照り焼き、サーモンの照り焼きとご飯。はい、それじゃあこれで食べてみましょう。これなんだろう、これ酢の物かな。それとうどん、うどん、わかめ、あ、本当だ。それとこれはなんだろう、魚かな、これ刺身、これ刺身だ。サーモンの刺身だ、ね、スモークドサーモン。はい、じゃあこれで食べてきます。美味しそう。本当だ、足がついてる。美味しい、味噌汁美味しい。なんか具が入ってないけど美味しいこれだけどシアトルで作ってるんだろうけど、よく作るね、これね。いいよ、うん、これはスモークサーモンですね。美味しい。はい、全部食べ終わりました。美味しかったです。特にこの味噌汁が出てくるとこ、ね、カップにコカコーラって書いてある反対側から
ジャルって書いてある。はい、それじゃあまだ飛び立ってから2時間ぐらいしか経ってないんですよね。あとまだ8時間ぐらいあると思います。アイスクリームが出てきました。ハーゲンダッツのバニラ、すごいちっちゃいね。こんなの売ってんのかな。スプーンが内側についてる。はい、あと2時間ぐらいで到着です。鶏と卵の2色のご飯、それは何？フルーツとヨーグルト。これヨープレイト、それは何だ。クリームチーズ。クリームチーズ、なんでクリームチーズとか分かんない。クラッカーと一緒に食べるの。はあ、久しぶりに飲んだ。はい、それじゃあ食べていきたいと思います。陸地が見えてきました。九十九里浜ですかね。ここは利根川の河口だと思います。ここが、はい、もう少しで到着です。だいぶ高度下がってきました。あそこに滑走路が見えてますね。ここにアナの380が止まってますね。This is good. はい、それじゃあ到着して晩ご飯です。はい、もう取るの忘れて食べちゃいました。こっちはカツカレー、こっちはほとんど同じだね。だけどこれがチーズ、チキンチーズ、ね、でこれがカツ丼。はい、電車に乗りました。成田エクスプレスじゃなくて京成スカイライナーに乗りました。上野まで行きます。はい、このスカイライナー昔と違う新しい路線通ってると思うんですけども、北総開発線とかいうのかな。まだ出てから15分しか経ってないのにもう葛飾区の中まで入ってますね。すごい早いです。はい、乗ってから28分で日暮里停車して、今もう日暮里から発車しました。京成上野まで36分みたいですね。なんか昔は1時間近くしたような気がするんだ、かかったような気がするんだけど、まあでも成田エクスプレスより前から早かったと思いますけどね。はい、それじゃあここから次はまた乗り換えて目的地は品川です。ちょうどなんかラッシュ時間なんで大変そうですけども、まあのんびり行ってみたいと思います。はい、京成上野駅出ました。すごい人でやだね。すごい、これからも混んでるよ今。うん、通勤ラッシュ時間だもん。まだそうだね。しかもさ、変な風にもう話してると全部聞こえちゃうんだよ。よくまずいなと。銀座ライオンがある。なんかデザートでも買ってデザートでも食べたいな。そんなのは別に品川で買えばいい。そうだ、こんなとこで買う必要、うん、今だって山手線乗ってさ、もみくちゃにされるよ。あーやだな、こんな重たいもの持ってんの。はい、品川駅に着きました。
はい、ちょっとこれから今メガネを一個作ろうと思って、泊まるところは反対側の方です、高輪の方です。ほら、あそこのところのあの正面がさ、 あれがさブルーボトルなんで。はい、ホテルの部屋まで入りました。窓から真正面に東京タワーが見えます。あとこれなんだろう、なんか池があって、すごい古い建物ですね。こんなのもありますね。明日朝になって明るくなってからもうちょっと部屋の中とかロビーとかも撮ってみたいと思います。ちなみに、プリンスの桜タワーっていうところです。これ桜タワーだから、この辺の木がみんな桜なんだと。そこね、なんと。はい、それじゃあもう今日は疲れたんで寝ようと思います。じゃあまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。これ肉眼で見るとね、すごく大きく見えるんだけどこれ撮っちゃうとね、ちっちゃいんだよね。8階なんでそんなに高さは高くはないんだけど、前の方に大きいビルがほとんどないからね、よく見えるね、うん、なんかクリスマスツリーみたいで綺麗あれいろんな色にライトアップしたりするんだよ最近は、はい、じゃあさっき買ってきたケーキとか食べるか、うん、はい、ディーン&デルーカでフルーツタルトとモンブラン、うん、それとこれはゼリーですけども、ピーチのゼリー買ってきました。ケーキ用の皿があるかどうか、by the sounds of breathing and hold tight